締まりは、囲碁用語の一つで、隅にすでに打った石の周辺に打ち、隅の地を確保する手を言う。動詞としては、締まるという言い方をする。下作ろう一が、締まりの一例である。隅を自陣として、効率よく確保するとともに、周辺への展開、相手への攻撃の拠点ともなるので、その価値は、極めて高い。このため序盤の非常に早い時期に打たれることが、 普通である。締まりを妨害する手は、係りと言い,い、当然締まり同様の価値を持つ。どちらかといえば、締まりは守備の手、係りは接触戦に持ち込む、攻撃の手と見ることができる。A の章、ゲーマ締まりが、最もよく打たれる。堅実に隅の地を10目程度確保し、ほとんど侵入の隙がない。B の一見締まりは、右辺に影響力が強いが、 上辺に迫られると侵入の余地を残す。C の大、ゲーマ締まりは小ゲーマに比べて大きく、地を確保できるが、やや侵入の隙がある。D の二間締まりは、中央を意識した締まり方で、やや特殊な打ち方とされてきたが、人工知能がこの締まりを多用することから、プロ騎士の間でも、使用例が増えている。星から締まる場合には、A の大ゲーマ。 B の正ゲーマがよく打たれる。また、C、D は中央を意識した締まり方である。小目と異なり、星からは A、B などに締まっても E の33、F の付けなどで隅の地を荒らされる余地が残る。隅の地を完全に確保するなら A、B からさらに G あたりに行って加える必要がある。 また、下作ろ位のように隅の地を確保する手も、締まりと表現されることがある。目、外しからは、A に締まるのが最も普通で、小目からの小、ゲーマ締まりと同型になる。B、C への高い締まりは中央に働かせる締まり方で、隅には侵入の余地が残る。D は、やや特殊な締まりだが、E、または、F へ。 さらに一手かければ大きく、隅を確保できる。D から E に三手かける締まり方を、統治下と称する。F へ、直接締まる手も打たれており、大橋拓文はこの手を、タイガー締まりと名付けている。高めからは A に締まることが多く、小目からの一件高締まりと同型になる。B は、中央に働かせた締まり。三三からは一手で隅を確保しているため、 締まりは他の着点に比べてさほどに急がない。締まるなら A、B、C あたりに展開する。江戸時代までは隅の着点は小目が中心であり、まず締まって墨を確保、その後で辺へ展開するという手順が正当とされていた。しかし昭和に入って、ご制限、北に実るらにより、隅を星。 三々などによって一手で済ませ、足早に変を占拠するスタイルが暗出された。三連制などがこのスタイルの代表的な布石である。小目からは締まりを打ってから変へ展開するのが常識であったが、1970年代からは中国流布石が登場し、締まりを省いて変へ回り、係を迎え打って戦うという手法が編み出された。この影響から、 ミニ中国流、小林流など、締まりを打たずに変へ先着するスタイルが、次々登場している。また近年では互いに締まり合うよりも、係を優先して、積極的に戦いに持ち込むケースが多くなっている。もちろん現在でも締まりの価値が高いことは、変わりがないが、その優先順位については考え方が変化してきている。ありがとうございます。